今日はですね、日曜日の午前中なんですけど、まあ、かなり運動不足がやっぱりたたってまして散歩に出てます。でついでに少し撮っていけたらなと思います。グリーンベルトは11時からなんで並んでるのかな。もう今日はやってないみたいですね。レガスピサンデーマーケット、レガスピサンデーマーケットはやってないですね。1月の9からクローズしたみたい。やっぱちょっと自粛ムードなんですかね。ほら、自転車の貸し出しだ。レガスピアクティブパーク、ここも厳しくなると閉まるんですけど、よく管理された綺麗な公園ですよ。ね、こうやって運動してる人たちも多いし、子供がやっぱり遊べる場所なんで、ね、子供たちが。外周がランニングできるように舗装されてるんで、まあ、朝と夕方走ってる人多いですね。もうすでに11時前なんで暑いですから走ってる人いないですけど、
セグウェイだ。東京でも見かけないですよね、セグウェイ。僕の家からだと歩いて10分か15分ぐらいで、みんなのスーパーに到着しますんで、散歩コースとしては往復30分で、まあ、ちょうどいいかなと。まあ、日曜日とか時々来たりしてますね。その体を動かすことタイミングはなかなかないので、まあ、スーパーは目の前にあるんで、まあ、スーパーで普通は済むんですけど、まあ、時々様子見にじゃないけど、まあ、日本食材求めて運動不足解消とともに歩いてますね。買い物が終わりまして、ちょっと大回りをして運動のために大回りして帰りたいと思います。日曜日なんで静かですよね。この時期、まあ、今ちょっと曇ってますけど、曇ってると全然暑くない。どんくらいだろう、25度ぐらいなのかな、25、6度だと思います。やっぱり日が出ると暑いんですけどね。街中があちこち今この街中あちこちがチャイニーズニューイヤーの飾り付け始まってますね。2月1日か。ちょうどこれ、まあ、上コンドミニアムなんですけど、まあ、オフィスビルなんかも立ち並ぶ地域で、ずっとこのマカティメディカルのところからこの雨濡れないでずっと歩ける歩道がグリーンベルトまで続いてますね。雨降ったら結構便利なんですよね、これ。ポルシェ、平日はあんまり見ないけど、日曜日は走ってますよね、ポルシェ、ランボルギーニ、まあ、BGC ほどじゃないけど。あ、レベル3になってからこういうセキュリティとか、まあ、シティポリスとかが
これ検問してるわけじゃないんですけど、一応監視してる状態ですね。これイートンタワーマカティですね。これちっちゃい部屋が多いから日曜日の11時ぐらいなんで非常に静かですね。まあ出歩いてる人も休みの人が多いんでのんびりしてますね。ここがですね、シャングリラグループが作ったシャングランドっていうコンドミニアムですけど、高級コンドミニアムですね。ここでさえ値下がりしてますね。11時半なんで、まあ空いたばっかりのちょっとグリーンベルトの中通ってみましょうか。アプリを登録しないと入れないんですよね、ワクチンパスと。Thank you. 結構ややこしいことになってるね。こんな感じで朝から人がいます。先週とは大違い。多分昼午後過ぎたら出てくる人多いんでしょうね。アイスコーヒーでも買おう。Good morning. Ice to coffee latte. Ice coffee latte large. Large.